ですね、今回は指針です。ポンさんへの指針です。いつも視聴していただきありがとうございます。視聴していただいてありがとうございます。そして、チャンネルの方もですね、登録していただいて、こんなところちょうど登録していただいてですね、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。それでですね、ポンさんが自分男性だと思ってたんですけど、女性ということで、男性陣が不甲斐ないんで、武器を揃えたいってことで、コメントいただいたんで、もうどうですかね、サイレンスプレーとかがもう確か買われたってことで、あと特殊警棒なんかももう買われてるんじゃないかと思います。一応3点セットは買われてると思うんで、あとはですね、大型刃物の方の、これだったらいいんじゃないかっていうのを紹介させていただきます。それとですね、自分は買ってないんですけど、以前ちょっと弟と話した時に、弟に対してこれだったらいいんじゃないかっていうのを1本選んでます。で、そのリンクも貼っておきますので、検討してみてください。一応値段もですね、安めのやつ、ピンからキリまであるんですけど、基本的に大型刃物って言っても1万以下を想定して買うのがいいんじゃないかと思います。高いのになるとそれはいっぱいあります。例えば5万近く出すとかなりいいやつ買えますけども、そこまでは必要ないと思います。で、実際ですね、ちょっと残念だったのは、もしポンさんがね、男性でしたら、実はね、ボクシャーに十分なれたと思いますよ。ですから、その点でちょっとね、ものすごく残念なんですけど、この点はね、仕方がないんで、現状、ボクシャーになれるのは男性だけなんで、ですけど、縁あって、自分の方のメッセンジャーとしてのところに、入ってきていただいて、KSIBG の後藤先生のところとも、縁があったということで、これはですね、非常に嬉しいことです。で、ちょっとこれ入る前に言いたいんですけども、高次元とですね、コミュニケーションをしっかりとっていただきたいと思います。ですから、5つのことをしっかりやっていただければ問題ないと思います。で、日々プレイヤーということと、あとは進行のフェイスですね。押していただければと思います。で、なぜそれが必要かっていうと、やっぱり高次元とのコミュニケーションが取れていれば、いざってなった時に精霊がつきます。で、ポンさんの方に精霊がつけばですね、その指示に従うだけでいいと思います。で、もし万が一ですよ、もし万が一ピンチになるようなことがあれば、呼んでください、自分を。コミュニケーションが取れるんでしたら、もう自分を呼ぶことができると思いますので、その時は自分をキャッチできると思いますので、呼んでいただければ、一応牧者ですので、自分も牧者ですので、自分も牧者になるであろうと自負していますので、で、呼んでいただければですね、助けに行きます。選別者を助けるのが役目ですので、それはですね、助けに行きます。で、この際ちょうどこの機会があるんで、牧者は優先すべきことですよ。優先すべきことは選別者を助けることです。で、選別者ではない方は、はっきり言ってどうでもいいんです。これも言っておきます。どうでもいいんです。たとえそれが家族が選別者でなかった場合、自分の身内とか家族や友人が選別者にならなかった場合は、はっきり言って二の次です。助けるのは、牧者は、もう使命がありますので、助けるのは選別者だけです。で、改心の機会は与えます。で、当然家族であったとしても改心の機会は与えます。でも選別されてなかったら、基本的には二の次です。やるべきことは選別者を導くことです。牧者はで、その日本から出る牧者はそのこと分かってます。もう無意識のうちに分かってます。で、必ずですね、選別者をですね、正しい方向に導くっていうのは役目ですので、で、この点はこの場を借りてですね、縁がありましたので、で、一応メッセンジャーとして入って、こちらにですね、入ってきていただいて、自分、こういうポンさんみたいな方だとね、非常に話がしやすいんですけど、実際今もう東海にメシアがいます。で、もうメシアはもうほとんど記憶が蘇っていると思います。で、メシアとともにですね、来た人間が、多分自分もその一人なんで、ですから、今ちょっと記憶が蘇りたいんですけど、記憶が蘇り次第ですね、それを大きな船に入らなきゃいけないんですけど、で、ただそれがですね、非常に近いです。もうこれは言っておきます。もう非常に近いです。で、実は、ポンさんにですね、通してこれみんなにも言ってることでもあるんですけど、指針という形で、
実は、何て言ったらいいんですかね、何て言ったらいいんでしょうか、ちょっと忘れてしまった部分があるんですけど、つまり、まあ、やるべきことを分かっていて、まあ、全員来てるということですね。で、必ずですね、まあ、選別された方を助けるという意味では必ず実行してやってます。ただ日本の国者はですね、ちょっと忙しくて多分世界中に行かなきゃいけないと思いますので、まあ、そこら辺でですね、もしかしたら違う国者がいるかもしれませんけど、まあ、でも個人的にもし呼んでいただければ問題ないと思います。で、運がいいのは実はね、これも信じていただけない、まあ、コンさん信じていただけると思うんですけど、この自分のチャンネルって実はね、まあ、多分メシアも見てると思いますよ。まあ、指針でメシアに一回指針を送ってるんですけど、でメシアがそろそろ本気で動くかななんて思ってるんですけど、でメシアも多分この動画を見てると思います。で、まあ、おそらく OK が出ると思いますんで、まあ、呼んでいただければお助けに行きたいと思いますので、いうことですね。まあ、これはちょっと余談になっちゃいましたね。でですね、武器ですね、まずはカランビットの方は買っていただいたんですかね、一応2種類ぐらい紹介してありましたので、でこれはちょっとその M テックでもちょっと高い方になりますんで、まあ一応カランビットが1ですね。でカランビットはベルト等に通せますんで、まあ問題ないと思います。これは非常にいい武器です。でこれはまずカランビットは絶対1本買ってください。もう言っておきます。まあ買っていただいてると思いますけども、カランビットに関しては買ってください。女性の方には非常にいいですね。接近性についても多いです。でですね、おすすめどうですかね。もうこれも縁ですからね、自分が買ったやつと一緒でもいいかもしれないですね。これコールドスチールです。コールドスチールのマシェットです。大体長度60センチです。でね、割と軽いんですよ。意外と軽くて、で丈夫です。コールドスチールってね、意外と丈夫なんですよ。こういう簡単に刺しちゃいます。こういうの本当に簡単に入っちゃいますんで、まあ距離取りですね、まあ、特殊ゲームを買っていただけるかもしれませんけど、前に出していただいて買っていただく、これ一ついいんじゃないですかね。これもリング買っておきますので、非常にね持ちやすいですよ。持ちやすいです。この部分に紐を通すこともできますんで、スポ抜けのために。あとは手袋もね、軍手というか、まあ結構滑り止めのいいやつ売ってますんで、コンビニなんかでもああいうの買っていただいて、グリップの強いやつ買っていただいて、もう前出すだけです実際で。あとは刺す、突き刺す目的でこういうのやってください。まあ、当然ですね、これも動画をご覧になっていただいたら分かると思うんですけど、殺すことが目的ではないんで、たとえ悪魔の入った人間でも要はね、交代させればいいことなんで、つまり本当の最悪の場合ですね、戦うというのは。でも一本これがあるとだいぶ距離取りが違ってくると思いますので、なかなか踏み込めないんじゃないですかね。前へ出すだけでもいいと思います。下へ。でこれが一本おすすめですね。どうですかね、いいと思いませんか。自分がね、一番最初に買ったやつなんで結構思い入れがあるんですけど、なかなかいいですよ。切れ味もいいんじゃないですかね。どうですか、ちょっと重たいなあれなんですけど、やっぱ入りますね。こんな感じでね、固定されてると、ただこういう部分、まあ本気でやっちゃダメですけど、フルスイングした場合は女性の方でもかなりいっちゃうんじゃないですかね。でも基本的にこの先端が止まってるんで、月で上等に行けます。ちょっと近寄れないですよ、やっぱりこういうの出されちゃうと、こういうのでっていう感じですね。それとですね、あとはもう一本おすすめはですね、くくりナイフです。これ自分の動画で、自分がね最終のね戦いに向けて買ったやつなんですけど、スミス&ウェストンのくくりナイフです。これもね、意外と安いんですよね。大体どうでしょう、7000円ぐらいですか。こちらの方も今のゴールドスチールもっと安いです。でこれも非常にいいです。切れ味の方はもう自分試しましたけど、非常にいいです。ですから、どうですかね、3点セット。こういうので構えられるとなかなか前出ないんじゃないですかね。で、単純な攻撃でもなかなか前出れないと思います。
両方とも月がありますんで、であとは装備するのはサイリスプレーと、あれば上等じゃないですかね。3点セットどうですかね。このコールドスチールのやつと、これはスミス&ウェストンのクリナイです。非常にね、軽くてね、意外と使いやすいんですよ。あのいろいろオールマイティですね。オールマイティです。あの本当にね、簡単にこれもいっちゃうんで、どうですかね、こんな感じですね。あのフルスイングしてないんですけど、こんな感じで入っちゃうんです。あのここら辺へね、あ、なかなかいいですね。これなかなかいい切れ味ですね、やっぱりね。どうですか、こんな、これいいんじゃないですか。あの一本、あの女性の方でも使いやすいと思いますよ。あのこれあるだけでも違いますよ。月もできますしね。月もできるし、あのこういうの振られたらちょっとできないですよね。カラビットと合わせて、ですからこういう日本でもなかなか近づけないんじゃないかと思います。で、長いやつ距離取るんでしたらどうでしょう。大型刃物って前自分がね、あの紹介した動画では50センチを超えてれば、まあ大型刃物かなと思ってます。実際リーチの差があるんで、そのどれくらいのそのね、リーチがあるかによって、その例えば45センチの武器であったとしても、あの60センチに匹敵するっていうのは上等にありますし、身体能力があれば。ですから、あの自分的にはこの3点をおすすめします。コールドスチールのマシェットですね。マシェットと、くくりナイフと、カランビットの3点があればいいんじゃないですかね。あとは特殊警棒、サイリュースプレーであれば、まあ、ほとんど、まあ、ボクシャにあの同じような感じですね。あの下手するとあの意外とそのあのボクシャ並みに持ってるんじゃないですか。これね、これ固定しないと切れないんですね。固定してるとね、このね、ちょっと切れないんですけど、完全に固定してると入っちゃうんですね。まあ、参考にしてください。まあでも月が見えないですよ、こういうふうに。あの、まあこんなんでね、あのこういう膝、こういう太ももとかね、やったらまあ出血でね、もう動けなくなってしまうと思いますので、以上です。まあ、ちょっとね、あのざっくばらんに言いましたけど、まあ指針ということなんで、参考にしてみてください。下の方にリンクを貼っておきますので、この、3点と自分が弟に選んで、あのいいんじゃないかっていうコールドスチールのね、あの中型のマシェットも貼っておきますので、まあ、検討してみてください。本当にね、ありがとうございます。こうやって本当にね、鏡ですよね。あの武装に関してほとんどの方がね、こう、嫌悪感を抱く中で分かってくださっている方がいるっていうのは本当にありがたいですね。本当にありがとうございます。ぜひぜひ5つのことやっていただいて、大きな苦難を乗り切りましょう。相当近いです。で、昨日も動画で言ったんですけど、コロナウイルスとかですね、バッタとかですね、そんなことよりちょっとやばいことが今起きてますんで、あのそれもですね、それが近いうちにですね、あの天地がひっくり返るぐらいですね、皆さんあのパニックになるような時が来ますけど、でも5つのことをしっかりやっていただいてたら別に問題ないと思います。あと今後の動画を見ていただいて、時の印を理解していただければなと思います。あの大きな時の印がありますので、以上ですね。ありがとうございました。また何かあればあのコメントいただければ返させていただきます。以上です。ありがとうございました。本当に。